めえ早く行け、キーを持って行け。鏡の中で叫んだって聞こえねえだろうがよ。なんてこった。さて、俺が取るべき道は2つある。1つ目はキーをゲットしてからジョルノを始末する方法。もう1つはまずジョルノの喉をかっ切ってからキーを安全にゲットする方法。そうだな、先にジョルノの喉をかっ切る方にするよ。俺の姿に気づいたジョルノ本体だけ入ることを許可する。引きずり込んでかっ切れ、マインザミロー。こいつバカな、ウイルスだ。こいつジョルノ空母のパープルヘイズで汚染されてやがる。キーを渡すことはない。そして風母もアバッキオも無事でみんなのところに帰る。ジョルノ・ジョバーナ、あのガキは何も分かっちゃいねえ。パープルヘイズのウイルスで自分は確実に死ぬんだぞ。俺の心はあの時あいつと一緒に死んだ。今は何も感じねえ。こうして手をなくしても何とも思わねえ。俺が唯一安心できるのは巨大で絶対的なものが出す命令に従っている時。何も考える必要のないただの兵隊でいればいいからだ。つまりキーを取ってボスの娘を守る、この命令を遂行することが大切なんだ。なのにジョルノ、あのクソガキはキーを持って帰る安全よりも俺とフーグを助ける危険を選んでやがる。チクシオ、このガキ感染して入ってきやがった。正気かてめえ。感染してやがるチクシオ。ああ、同じ症状ですね。僕とパープルヘイズのウイルスは30秒程度で全身に回るそうです。もうおしまいなんです。君は僕を引きずり込んだ時にすでに手遅れになっているんです。パープルヘイズが割った鏡の破片がジョルノが並べたのか。敵はアバッキを追っていく時鏡の破片を何枚か持っていった。ジョルノはそれに気づいた。そこから敵の能力の謎を推理し、ジョルノはあえてウイルスに感染して鏡の中に引きずり込まれた。これ以外にこいつを倒す方法はないから。チクシオ、こんな真似しやがって。だが甘く見るなよ、まだ遅くない。俺も覚悟はいるがまだ遅くない。マイン・ザ・ミラー、俺だけが外に出ることを許可しろ。だがウイルスは許可しない。感染した部分が出ることは